とっぴょっせいって今回なんですけれども、ポケモン剣盾エキスパンションでね、新しいポケモンたちがねかなり追加されるということで、今まで出てなかったこのカプ系もね全部ガラル地方に遊びに来るということが確定いたしました。アローラ地方のね守り神だったはずなんですけれども、多少ねアローラをないがしろにしつつガラル地方に、まあ、遊びに来るということで、これ本当に大丈夫か、これ本当に大丈夫なのかということで、まあ、今回動画を撮っています。前作のサンムーン、ウルトラサンムーンではね、このカプたちがシングルでもダブルでも、最強の使用率を誇っていてね、最初から最後までまあ最強だったわけなんですけれども、まあ、使用率こんな感じですね。ドン、まあどのルールでもね、まあ、2017から19までまあ最強だったんですけれども、まあさすがに過去の純伝説のポケモンをね、その言葉の通り過去のものにするような、ね、性能が、まあ、かなりありましてですね、まあ、カプコケコとかはねライコーとかに比べてもね相当な強さを、まあ、秘めていたので、まあ、ライコーの長所としてはバークアウトとか、まあ、あるんですけれども、まあ、それを考慮してでもちょっとカプコケコの、まあ、パワーが高すぎるっていうのはね、まあ、かなりあったと思うんですけれども、まあ、カプブルルはねちょっと、まあ、いい感じの強さぐらいだったんですけど、特にコケコ、テテフ、レヒレの3体が、まあ、化け物のように強かったですね。まあ、今回剣盾ではね一応フィールドによるね、攻撃の 1.5 倍が 1.3 倍になったということで、コケコのエレキフィールド、テテフのサイコフィールド、ブルルのグラスフィールド、全部電気、エスパー、草はね 1.5 倍じゃなくて 1.3 倍になったんですけれども、まあ、おそらくね 1.3 倍になっただけではまだクソ強いままなんじゃないかなというふうに思います。今回ね、僕が、特に、まあ、やばいなと感じているポイントに関してなんですけれども、カプたちがいることによってね、戦術とか、まあ、使えるポケモンとかのね、幅が相当狭められるなっていうのはすごい思います。現在のね、レート環境ではシングルでもダブルでもアクビ、電磁波、鬼火とかはね、かなり使われてるんじゃないかなと思うんですけれども、このカプレヒレはね、場に出すだけで、ミストフィールド張ることができるので、この辺全部シャットアウトできますと。カプコケコもね、眠りだけは防げるということで、まあ、アクビとか無効化できるんですけれども、これがね、相当やばいですよね。今まで、まあ、使われてたその戦術が結構ダイマックスに対する、まあ、カウンター的なところ、まあ、対策としてかなり機能していたので、まあ、それを、まあ、シャットアウトするというところで、まあ、数少ないダイマックスポケモンに対する、まあ、対策の一部が、まあ、失われかけるということで、まあ、おそらくカプレヒレもカプコケコも、まあ、使用率くっそ高くなると思いますので、正直その状態異常技をもう構築に入れることすら嫌になってくるレベルだろうなというふうに思いますね。まあ、アローラーマタトガスみたいな感じで、まあ、微妙な強さであればね、いくらミストメーカーだとはいえ、まあ、使用率としては、まあ、そこまで高くなく、あんまり意識することなくあくびとかガンガン採用していけるんですけれども、まあ、こいつらタイプも種族値も技もね、まあ、全部クソ強いということで、さらにダイマックスとの相性も多分クソいいので、こいつら自身がダイマックスするっていうところもあるとね、本当に強いなと思いますね。カプレヒレとか無償で瞑想とか積み始めたらもう次ダイマックスしてね、もう止めれるやついないみたいな感じにもなると思いますし、まあ、カプコケコもテテフも一緒ですね。で次コケコなんですけれども、まあ、さっきのね催眠対策っていうのもあるんですけど、こいつの長所といえばなんといっても素早さかなと。130っていう圧倒的素早さで、まあ、今回まあインテレオンとかまあ普通にまあ抜けますし、ドラパルト抜けないのがね、まあ、ギリギリ耐えてるような気はするんですけども、正直まあ130であればほとんどのポケモンを抜くことができつつね、しかもこいつ普通に火力出せるんですよね。まあ、フィールド 1.3 倍になって、まあさすがにちょっとしょっぱくなるとは思うんですが、それでも、まあカプコケコの前で動かせなくなるポケモンっていうのは、まあ正直構築に採用する気が失せてしまうっていうレベルがあるので、かなり制限する力が強いポケモンだなというふうに思うんですよね。まあ、マジカルシャインとかに関しても、はい、ダイマックスすることによって、まあ、威力130の単体技になるっていうところもあってですね、まあ、マジカルシャイン覚えるままだとね、相当フェアリータイプの打点としても出せるので、これ結構まずいなと思うんですよね。あと物理型も強い可能性がありますよね。今までワイルドボルトが結構ねしょっぱい技だったので、まあ、あんま使いたくなかったっていう人多いと思うんですけど、まあダイマックスすることによってね、まあ、反動もなくなりますし、まあ、クソ強いし、ブレイブバード地味に覚えるんでね、まあ、タイプ不一致とはいえ、高い攻撃から大ジェットを打てるっていうのもありますし、技レコードでじゃれつくとかね、覚え始めるっていう、まあ、狂気の沙汰になったら、特にやばいことはなるので、まあ、そこは避けていただきたいなというふうに思うんですけれども、特殊アタッカーも
物理アタッカーも、壁張りサポートとかね、挑発とか、いろいろできて、まあ、本当に強いポケモンですね。自然の怒りとかもね、めっちゃ強くて、まあ、高い素早さから HS みたいな努力者配分で、自然の怒りで、攻撃振らずとも相手のポケモン半分削って、横のポケモンで倒しきるみたいなサポート役もあったんですけど、まあ、今回ダイマックスに対してはね、自然の怒りとか、4分の1しか入らないので、まあ、ギリギリ、いい感じではあるんですが、まあ、それでもまあ普通に強いですよね。お次、カプテテフですね。このポケモンがね、まあ個人的には結構一番厄介なレベルなんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、3年間向き合ってきてね、思ったのは、こいつね、持ち物がやばすぎるんですよね。はい。持ち物の幅がやばすぎる。まあ候補としてはまあ火力アイテムですね。まあ当時は Z、メガネとか弾とか、他はタスキ、まあ、これは耐える方面ですね。で、スカーフ、でこの3つがね、全部クソほど強かったんですよね。はい。で、対策がめちゃくちゃ難しいんですよ、このポケモン。本当に対策が難しくて、まあ、カプレヒレによって、まあ、相手の火力、まあ、エスパーフィールドを書き換えることによって、まあ、火力下げるっていうのが結構まともだったと思うんですけれども、結局対策カプかよっていうところはあるんですけど、まずメガネなんですけど、まあ、こいつ素早さ種族値がね、95もあるので、こいつより下取ってて、サイコキネスとかムーンホース耐えれないポケモンっていうのは、動かしづらいったりあらしない上に、採用する気もね、結構失せがちになるっていうのがありましたね。で、お次スカーフですね、こいつの素早さ95を上回るね種族値のポケモンで対策しようと思った時にスカーフがどうしてもねちらつくんですよね。まあ、スカーフね火力上がらないんですけれども、その等倍火力の、まあ、サイコキネスとかムーンホースを耐えないポケモンっていうのは素早さ上を取っていてもスカーフでさらに抜き返される可能性まで考慮しないといけないんですよね。まあ、スカーフの火力なら耐えれて、まあ、素早さ種族値、95より上っていうポケモンであれば、まあ、一応ねいい感じにはなるんですけど、まあ、例えば弾炎乳と使うでってなった時に、まあ、弾でないと、まあ、こいつ倒せないしなって言って弾持ったら、まあ、スカーフに抜き返されて、まあ、倒されてしまうわけで、まあ、普通の最後キネス耐えない時点で、まあ、終わってますよね。で最後タスキなんですけど、まあ、こいつのね素早さ種族値上回っていてさらにスカーフ持てば大丈夫だろうと上からワンパンしてやるよとなった時にちらつくのが、まあ、タスキなわけなんですね。まあ、絶対耐えられてしまうので、まあ、開始の攻撃で倒されてしまうようでは、まあ、ダメだというところなんですよね。まあ、つまりこの3つのアイテムがかなり、辛くてですね、こいつを安定して、対策できるポケモンっていうのは相当タイプ相性で有利取ってる、まあ、鋼タイプ系とか、まあ、相当種族値と技に恵まれたね強ポケぐらいでしか、まあ、対策ができなかったというところなんですよ。さらにね、サイコフィールド、エスパの威力が上がるだけでなくてね、相手の先制技、自分の先制技が、無効化されるっていうね、効果があります。まあ、地面についてるポケモンだけに適用されるので、まあ、浮いてるポケモンに対しては、その先制技も効くんですけれども。まあ、強いですね、このフィールドは。まあ、今環境に存在する先制技としてはね、まあ、エルフーンとかオーロン家のいたずら心技とかあると思うんですけれども、こいつらに結構ね、いらないことをされずに済みますよね。ただでさえね、オーロン家にタイプ相性で有利なので、まあ、オーロン家にとっては大打撃になるんじゃないかなと思うんですが、オーロン家ね、結構いい感じの強さしてるなと、僕的には思っていて、まあ、害悪度に関してもあんまり高くないので、いい感じのね、ポケモンなのかなって思うんですけれども、まあ、カプにはだいぶ弱いですね。はい、というわけでここまで3体まとめますと、カプレヒレのミストフィールドによってアクビ、デンジャー、オニビなどのダイマックスに強い技がねかなり使いづらくなってしまうっていうところ、カプコケコが素早さ高くて攻撃も普通に高いところから、まあ、こいつに簡単に縛られるポケモンっていうのは採用も、選出もしづらくなってしまうっていうのと、普通にこいつがサポート役としてもかなり強いので、まあ、そこら辺の変なねポケモンでサポートするより、まあ、こいつに全部置き換わってしまうっていうところ、そしてカプテテフによってね、こいつの火力とか素早さが結構高いせいで縛られているポケモンとか、こいつに弱いポケモンで隙を見せるのがかなりまずくなってしまうので採用しづらくなってしまうと、サイコフィールドによって先制技がね無効化されてしまうので、そういう先制技で戦ってきたポケモンが結構シャットアウトされてしまうところとか、まあ、猫魂とか、あとはいたずら心のボルトロスとかね、せっかくまあ伝説こいつらいなければ使えそうなポケモンとかもこいつらと一緒に出てしまうと活躍する機会を失われてしまいそうだというところ、あとは全員こいつらがねドラゴンタイプに強いので、今活躍しているドラゴンタイプのポケモンとかもかなりまた肩身狭い思いをしてしまうっていうところですね。次はねカプブルルについてもね説明しようと思うんですけれども、こいつがいい感じの強さに収まってる理由としてはね、まあ、そこそこ弱点がいっぱいあるからなんですけれども、まずね素早さとか、まあ、普通に弱点技の多さですね。
弱点技なんですけれども、まあ、毒が4倍になっているので、まあ、こいつらの中で唯一の4倍弱点持ちということで、こいつら倒すために毒技が普通にね積極的に採用されていたので、そのとばっちりを受けてこいつも普通に倒されてしまうっていうところとか、まあ、ゲンガーとかウツロイドとかね、まあ、こういうポケモンに対して強いポケモンに普通に先制取られるっていうところですね。他にもまあ炎、鋼、氷とかのね、まあ、弱点もあるんですけど、これらは普通に環境に多く存在していて、まあ、リザードンとかね、まあいるんですけど、こいつの熱風とかでもかなり受けきれないっていうところがあったので、まあそこが弱点かなと。まあスカーフ持てばね、まあウツロイド、ゲンガー、リザードンとか上取ることもできるんですが、まあとはいえまあスカーフ持たないといけないっていうところは結構きついですね。ゲンガーに関してはね、まあ別にこっちから打点ないっていうのもありますね。で、素早さに関してなんですけど、やっぱ75しかないっていうのがね、まあでかいですね。まあテテフとかだと、まあメガネで、まあ素早さ95以下のポケモンが動きづらいってなるんですけど、まあカブブルルのね、まあ弾とかハチマキとかは、まあ素早さが75しかないので結構普通に上取れるポケモンが多いっていうところで、スカーフ持てばね言うてもいい感じの素早さにはなって、まあ、ゲンガーとかまあ抜けるんですけれども、まあ、とはいえねやっぱ威嚇とかで軽く簡単にそがれてしまうっていうところと、まあ、草技とかがね、まあ、かなり一貫がないっていうところで、まあ、受けやすいポケモンであるっていうのも結構秘宝ですね。まあ、あとは他のポケモンに比べてね、なんか技が絞られててですね、まあ、フェアリータイプの技がまあマジカルシャインしかないということで、まあ、物理で使うときはね、まあ、草技、まあ、ウッドホーンと、まあ、バカ力から岩なだれとか、まあ、この辺になってくると、まあ、ここまでカプブルの弱点ばっかりに上げてあれなんですけど、まあ、普通に強いポケモンでね、まあ、グラスフィールドがやっぱ強いですね。まあ、このフィールド自体は、地震とかをね、半減させることができて、まあ、味方もね、地震から守ることができるっていうところで、まあ、ゲンガーとブルルのね組み合わせとかはダブルで結構使われていたかなと思うんですけれども、まあ、ゲンガーメガ進化しながらねカプブルル後ろから投げたら、まあ、相手がね、交換で威嚇投げながらねカプブルルの火力削いでくるみたいな動きもできないので、まあ、上からねスカーフ、ウッドハンマーとかいう動きもあったんですけれども、まあ、使い方によって普通に強いポケモンだったので、まあ、いいポケモンだなと思います。はい、ということでね、まあ、最後に、カプ系のね種族値、正直修正されるんじゃないかなというふうに思っていますね。フィールド 1.5 から 1.3 になってるんですけど、やっぱりカプレヒレの、まあ、弱体されてない感がすごい気になってしまいますね。まあ、このままだと、まあ、なんか露骨にカプ系にこれ強いぞみたいな要素も、まあ、剣盾にあんまないので、まあ、ダイマックスできないとしてもまあ使われそうですが、まあ、最低ダイマックスできないぐらいは欲しいんですけど、多分ダイマックスできるような気はしますし、本当に何かしらの修正があるなとは思うんですよね。技はもういじりようがないというか、もうムーンホースとか最後記念とかね、もう威力変わってないんで、もはやどうなるか楽しみですね。というわけでここまでご視聴いただいてありがとうございました。よければね、また剣盾のこういう喋る動画とか、対戦動画もね、結構上げてて、まあ大体毎日更新してるんで、よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。